ことね、 B1 の山田試合中ですけども、大会の方早く始めないと帰る時間が遅くなってね、睡眠時間に影響するんでガンガンいきます。それでは A 番台0回戦から紹介していきます。よろしくお願いいたします。アークレボ予選終了してからの初めてのシングル大会です。シングル大会もあと2、3周したら、チーム戦に切り替えていきますんでよろしくお願いいたします。 3-on-3 です。固定 3-on ですね。同キャラかぶりなどは、基本的に OK となっておりますんでよろしくお願いいたします。まあ、3-on-3 はね、ちょっとやっぱね、参加費がちょっと200円だと死ぬことが分かったので、3-on-3に関しては参加費なし、300円でよろしくお願いします。急ぎ準備で白紙でね。はい、A1 内の方、もうすでに試合始まっております。ダークジャムおじさん対するニコさんのロボ回答となっております。錦織、昨日見たらニコシリになってたんですけど、錦織、これ錦織はね、松井さんの顔に見えるということで、一時期話題になった文字となっておりますが、今年引退しちゃったんでね。もうテレビ見る方ないでしょう。画面欲しい、ダンディから激凛、あれ、録画してたよ、OK。 さあ、ニコさんもね、このままで自分の対戦動画を反省配信みたいなのをいろいろやってるみたいでね、ちょっとね、実は見てたんですけど、頑張ってくださいと、やる気あるって素晴らしい。さあ、画面欲しい、しかし、テレサーが、こっち、節込みの投げを決めて勝ったのは、テレサー、一本選手。なんかまあ、飛ぶか、下段振るかみたいな感じな読み合いになってるらしいんですけども、まあそれを潰す前ハイスラー当たっちゃうととんでもないことがあっちゃうんで、上から来るぞ、気をつけろ、しっかり避けて、でもテレサ小台当たったって面白かったですね。さあ今日岡龍神、この画面下から激凛、空中投げしっかり捉えていく。テレサのこの空中投げはなんかもうセットプレーみたいな感じになってて、ここまで投げればピヨるんですよみたいなね、 AC の時代が結構行ってたんで、そういうところはしっかりしていきます。おお、あーミサイル撃っちゃった。場所ないしスタンプたくさんあるから飛んでいってらっしゃいと、勝ったのはテレサーマン。お疲れ。はい、では行きましょう。 A 番台です。あと対するはフィーノさん。これね、ラウンドカウントが終わるまでね、カード使えないから、でもいいですよ。フィーノさん、先日藤吉さんのジョニーと同キャラガチをしたということでね、ジョニオさんにはツイッターでは同キャラ以外ならやってやるぜかっこいいとか思った、クソが早く上手くならないと。藤さんはなんか引っ越したらしいです。はい、ちなみに藤吉さんは和田光さんの弟子らしいんで本当になんか和田光さんが教えてあげたらしいです。そしたら弟子が超えてしまったということね。まあ、よくある話ですわさあ、神味固められて、さあ大変ジャンハイ落として、置き攻めは弾いていけません。投げ返し、しっかり見ている。金エスからちょっとね、ゼロ回戦はせっかくなんで全部 A 番台で行いましょうね。さあ、ここはストラグルのキャン、あー燃え、ば、ま、うわおいおい、ただジャンハイ、タシハイ、カードゲージ上がっていく、ちょっと怖いが、デッドアングル切り返す、弾3つ、ジャンディ、弾いて、どっちかな、後ろから投げに行く、2ハイスラー、キンエス、3K から落として、ほい。さあ、キラジョーカー、ヒット、タシ K からヒット、おなるほど、これが噂の新コンボ、かすって、ダメなし、バーストを先ほど使ってしまったので、青キャンすれば、いいかげんでしたが、ここは青キャンできず、FB スティンガー、これガードする、危ないが、ボールごとぶった切って、うん、超師範熟練沿線が、まあけど、うん、超使ったら死なない可能性が非常にあったんでね、まあいい判断だと思いますね。マジね、どうなってんだあの技。まあけど、まあ一発目に当てる分にはね、ダメージ高いんですけど、ダメージせっかく100の技が80ぐらいが補正でね、ノーマル状態やってると、それぐらいしか減らない、86とかだったかな。画面弾いストラーグルからの持ち上げて、ジャンハイ弾いて弾いて、あーちょっと気まずいが、上コインからさあ非常に怖い連携、しかし残り体力が少ないジョニーなんで、スピンがポンと当てればちょっとやばい。円安からディバインブレード無敵、2K タッチ K から足払い、前 B で返していくが、ここは前、前 K の上半身無敵をうまく利用していきましたが、しっかり対処して取り返していくフィーノフェノム。
すげえ、マイピーを蹴ってる。さあ、玉と一緒攻めるカーカス、ここうまいカウンターヒット、おいしいおいしい、うまいですね今のは。坂上よし足割れからスティンガー、 S スティンガー非常にね弾が遅いのでユーリフレーム稼げますね、硬直も少なめなんで。多分最近ちょっと解説をたくさん入れてるんでちょっと間違えたら怖いんで、多分って入れることにします。怒んないでね。さあ、あ、関田さん早いですよ。女優さんそういうの感心しないな。はい、次石本慎さん先行きましょうか。じゃあ石本さんのスレイヤーとゆうたさんのジャムです。今日はゆうたさん試合中かな、もしかして。あれ、ゆうたさんいますか、ジャム使いの。じゃあいいや、先私が行きましょう。先俺行きます。 AGF さんと俺、じゃあ実況誰かお願いします。ゼロ回戦第3試合はジョニオジョニーバーサス AJ ファンジ。坂山が足割れから先手を取ったのは AJF。 ワンコインダメ足で固める、上は逃さない。ここでようやく中央に戻って投げを通してワンコインからレベル2上段。さあダウン落ちにならない、逆に投げをもらってしまう。下段が通って目押しミス、キラで突っ込んで、ここはジャンプが出ないか。さあじりじりした立ち回り、ここは前蹴ヒット、ワンコイン TNS で暴れてファースト。足払いヒット、ミスキャンからタッチ系上段、青キャン絡めてダウンを奪って残り1割、ウージンヒット、しかしこれはまだ残りそう。奥攻めガード不能、さあ2本目上段、前に出るワンコイン、下段ミスが暴発してしまった。さあ上から、さあ風神も捉えてダメ足、歩きすぎ、5回ヒット、ダストヒット、レベル2上段、ハイジャンプペースが化けた模様ですね。ダウンを奪って歩き下段飛び防止、投げを2回すかして、今度はステップ前ジャンプディバインブレード11。さあコインをつけて中央の立ち回り、強気に投げていく、足に押し込んで2レベル1下段、3ハイヒットダッシュが出ないか、投げて落として歩いて投げて当たっている、投げてディバイン落として中段、リンガードしている、ガードゲージが高い、おっと中段ガードしている、何か当たったら死んでしまう。さあ 6K カウンター AS 上段、さあ2コンボでフィニッシュですね。あれ非常に難しいという噂の
3敗6敗上段、勝ったのはジョニオジョニー。はい、いきまーす。一星さんのスレイヤーとユータさんのジャムです。 A 番内でお願いします。次から1回戦入ってきますんでよろしくお願いいたします。ちょっとね、ジョニオさんもかっこいい上段からのコンボ考えたんですけどね、なんかキラージョーカーの青キャンのやつがめっちゃ難しくて、わっ名前がそうやばい。押し出せ押し31歳これちょっときついですけど大丈夫なんですかこれはい、これで全てのゼロ回戦が終わりますね。これから2大進行でいきます。よろしくお願いします。コパンファジー暗殺者、暗殺者が使えたりしてね、アイマンのインが使えないのやばいっすよねそう英語のインとかいけんのに、あ、違う、称号であるんだね。インもダメだった、そういえば最初はい、よいしょ。31歳対サヨナラアンダーソン、ユータ、ジャム、クリフではなくなっておりますね。前回のバージョンではやっぱクリフはね、ジャムと同じぐらい素晴らしかったんですけども、今回はちょっとおじいちゃん落ち着いておりまして、やはり機動力ではまだジャムの方がいい感じになっております。うおーっと激凛からのこちら強力な FE 技の応酬からのコパンコパン逃げにアイスラーからどっちかな、コパン強化竜神ガメアシジャンハイカット、ここは溜まっていたけど出せなかったかな、くるくる回って扇風機一本選手は一星神。さあ一星神ということですね。悪魔の予選、前日予選ということでね、前日予選早い時間だといろんな人出れていいですね、楽しみです。25音もよろしく。さあマイフィーをディセイ返して超、さあ前捨て投げ通してからのプレッシャー、前 K が前 P 貫いていく、前 P カウンタードーンからタシャイドーンからホイジャンディチョッコまで入るんですね、かっこいい。さあ勝ったのは一星スレイヤーということで、はい、じゃあ行きましょう。 A 番台でテレサ、ジャム、サミットチップチームじゃねえ、サミットチップ対テレサマン A 番台チームダメだよ、シングルだよ。 B 番台負けトーナメント行きます。ニコさんのロボ会と AJF さんのアンジーよろしくお願いいたします。アインが卑猥だからやばいっす、コメント欄最近容赦ないんでやばいっすごっつさんですよ、結構良かったと思いますよ。いや、突っ張りがマジ面白かった、トゥルーパリスで突っ張りがマジでめっちゃおもろかった意味は分からないけど面白かったさあ行きましょう、ダークジャムおじさん対するサミットチップ、そういえばね、ジャムスカイにジャムおじさんっていうね、さっき鹿島の話が出ましたけども、チップ使いが、あ、チップじゃない、ジャムスカイの方がもうすでにいますんで、どっちが正義なのかということは、もうこっちはダークですね。なんかこう空気のように強化堅牢角で吹っ飛ばして画面足、うわー強化からの堅牢、サトゥー情報によるとジョニーは前捨てで回避しつつフルコンボだドンということで、ね、恐ろしいですね。さあカラギリからすげえ筐体がすげえ落としたよ、やめてくれ壊れちゃう、カラッとしっかりベジータ状態、ジャンプス天を取られていく、5番広い、すーげえことになった、ジャンディ落として大きい攻め、どっちかな、三角、おおすげえ三角止めになって、お終わった、すげえかっこいいです。逃げ金さ、足払いから裏ガードして、うわー危ない、今回の空中昇竜はさすがに着地硬直ついておりまして、前みたいに跳ねない、まあ今のは暴発なんですけどね、表見えない、テイクアルファ金 S 拾いやして FB からどっちかな、あけどね3秒黙ってる、うわー今見ましたかね、これはこれ悪レモ本線は見てしまいました、悪レモ本線でこれモニター映ってるテレソガチャガチャガチャ、みんな見せたくないですよこんなの、マジ。うおー、さあ元気が出てきたジャムスカイ、ほいジャンディ KO として勝ったのはサミットシップ。
悪霊ダメ、俺がやだよ。お前ほんとやめてよ。はい、続きまして足花さんのジャスティスと、コンソメさんのポジョメキン A バンドでお願いします。よろしくお願いいたします。これ負けてしまってもね、負けトーナメントありますので、気軽にやってください。けど当たる可能性あるんでしょ。じゃあ B バンダイ勝ったのは AGF さんのアンチとなっております。じゃあ B バンダイサトゥーと、ユータさんのジャムいきましょう。さあいきましょう。アシャさんのジャスティスとトグロ弟コンソメポジャムキン。噂によるとジャスティスの演説だったりタチケイだったりミカエルソードだったりにスライドヘッドの自信無敵があるっていうね、浮いてるから当たらないよねというね、とんでも理論があるらしくて恐ろしいですね。スライドヘッド打ったらカイスラミカエル刺さるんですかね。もう飛ばなくていいんだっていう感じですかね。演説で透かせるっていうのがよくわかんないんですけど、何なんでしょうね。タチケイ消す足払いがダメージ。さあタチピーこれ2段目が下段ということで知らないと一生、いやあれ中段じゃなかったっけみたいな感じでね、これ一度けどさあ投げて、さあこっからバース読んでうまい、落として置き攻めどっちかな、投げ素晴らしいからコパン、あこれループコンボなんですね。限定でジャンプ S からディレイジャンプアイスラー、そしてコパンで拾ってということで殺し切り、そしてゲージ回収かなりいいです。ちょっとおじめさんも調べて食らってから調べて練習したのでできませんでした。ハイスナミカエル、ジャンハイスナ落としてメインです。ミカエルこうなってくると厳しい、角度がえげつないですね。なんか青色のベノウの低生成ジャンピーはじきみたいなデコピン返せなさそうな雰囲気が熱いです。さあここはトライでいく、ジャン S、 ジャン D 落として置き攻め、表バーストも直下していきますが追いかけるダスト、おもむろにダストといえばね、ジャスティスのダストも結構高性能とか持続が結構長いんでパコーンと吹っ飛ばして NS、 ここでスライドヘッド、ガメージコパンタッチ系捕まえたいが、ここは飛んでミカエルもう一度、そしてここはスライドヘッドエヌミに刺して足払い 2S2 ハイスラ捕まえて追加まで画面端置き攻め、わーここはインペリーさあジャンケンエインです。ここはしのいでいったコンソメポジョムキンが取り返します。最終ラウンドへ、あここはいやそう A バンドで大体見たいね。次エンさんと、水谷君、皆さん試合となりますので準備だけしといてください。まあ抱きしめられない、コパンエインです。画面端ジャンディから上海投げ玉ポジョニー前ハイスラからヒートナックルエクステンド、奥攻めはタチピー、ここはバースト使っていきます。チャンピーで捉えてちょっときますい、キリッとって上海落として K からお、うまい、しかしバックステップこれも強力、下段が刺さって勝ったらコンソメポジョムキン、アシアナさんは負けトーナメントになりますんでもう少々お待ちください。次きましてエンさんと水谷くびやさん A 番内でお願いします。ザッパーもね久しぶりなんで。